こんにちは、ラン義塾です。本日は、名古屋大学文学部の入学試験、受験対策の概要を説明させていただきます。まず、名古屋大学の概要について、えー、名古屋大学は旧帝国大学と呼ばれる国公立大学の中でも伝統と格式が高い大学の一つです。中部圏においては、あらゆる面でナンバーワンの大学と言えます。就職先も、名古屋市の職員やトヨタ自動車、デンソーなど、中部地方の大企業、あるいは公務員というのが一番多い、 学校です中部圏での就職を考えている場合はベストな進学先と言えますまた、えー、近年ではノーベル賞受賞者を輩出するなど研究機関としても国内トップクラスの大学と言えます次に文学部の概要です、えー、名古屋大学文学部には人文学科があります哲学歴史学文学文化史学、えー、言語学環境、えー、行動学などが学べます 卒業することで、中学校、高校の教員免許のほか、学芸員の資格も取得できます。え次に偏差値について、えー、この画面の左上ですね、えー。合格偏差値についてですが、記述模試において、まあ、総合偏差値60から65ぐらいが目安となります。えー、マーク試験の場合だと、やはり偏差値65以上は必要になってきます。でここに書いてある偏差値というのは、基本的には記述模試の総合偏差値だと思ってください。 最後にですね、入学試験の種類とその対策について、ね、話をさせてもらいます。センター試験と二次試験の合計点で約1500点ぐらいを取れば合格になります。えー、平成23年は1436点でしたが、年度によっては1500点を超える場合もあります。えー、なので基本的には1500点を目指すっていう方針でやっていってほしいと思います。目安としては合計で70%を取るということになります。 センターと二次の難易度を考えると、えー、センターで80%、つまり720点を取り、えー、二次で65%の780点を取る。合計で1500点。これが多くの人が取る作戦となるんですね。一方で、センター試験を80%を取るというのは、やっぱりこう試験日程や集中力などを考えると難しい部分があるので、いかに配点の高い二次試験、つまり記述試験で点が取れるように練習をするかが重要になります。えー、センター試験は、 900点。二次試験は1200点です。つまり二次試験の方が重要です。でセンター対策ではなく二次対策を重視して学習をしていくということが大事になります、えー。名古屋大学ですが、文学部にもかかわらず二次試験において数学が試験科目としてあるのが特色になります。この点を鑑みても、高校1年生、2年生の段階では徹底的に英語、数学、国語の学習に力を割きましょう。理科、社会は高校3年生になってからでも遅くはありません。2100点中、 満点中1600点、76.2%を英語、数学、国語が占めます。つまり学習の8約8割をこの3教科に当てるべきです。特に英語と国語は合計で1200点を占めます。つまり総配点の57.1%、半分以上。圧倒的な英語力、国語力を持てば、あとは適当に流しても合格できると言えます。学習の半分以上は英語と国語に当てるべきでしょう。 あれもこれもではなく選択と集中を行って長期的な視点で戦略的に学習をしていくことが名古屋大学文学部合格の最短距離になります。具体的な各教科の対策はまた別の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。